が上がってくると言うんやっけ、言う可能性がある、うん、かどうかはちょっとなんともこの間もほら帰り自宅満タンにあったからさ、カメラがなかったんだよね。どっちかが泣いてくれたら。一時期でも日中もよく泣いてたよね。日中も泣きますよ、ね、湿度が上がったと、まあまあ、台風近づいて低気圧も感じとるみたいな。低気圧が近づいてくとあの雨降るじゃないですか。普通なんか結構反応して泣いたりとか感じ、うん、ほら誰かさ、あ、誰か犬連れた、来たって思ったことがあった。お客さんも結構あれなんか犬なんて、ね、言われるよね。ね、今回カメラ持ってきた時に限ってな、何も起こらへんねんな。まあよくあるパターンです。そうね、諦めて帰りかけて振り向いたら泣いてるっていうよくあるパターンやから。この間あんま、あんまり時間かからず泣いてたよね。そうですね、今日は乾燥してるからかな、割と。あ、来た、え、来た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 、こっち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 、ピクピクしてる、ピクピクしてる。登りたい。登り登り。あ、どこにおんの？そこ。あ、おったおった。あ、本当や。わー、ゆうた。あれ、終わってた。終わってた。ワンワン聞けた。聞けたけど、なんか葉っぱの奥すぎて姿はあんまり。映ってないかもしれん。来るよ、来る、来る。公園、公園。なんか、あ、あ、来た来た。声ちっちゃ。頑張れ。あ、惜しい、惜しい。惜しいな。お、いいよ。来い、助走長い。助走長い。赤ちゃんが泣く前みたいな。なあ。あ、来た。あ、いいワンだ。はい、いただきました。いいワン。いいワンいただきました。手が釣りそうです。手プルプルしてくる。手プルプルしてくるから姿は見えへんだけど、こっちの子はどこにおんのだ？ここにいます。こっちの子は、まあ、女の子かな。こっちは余計わからんかったわ。よくね、この湿度を上げると。ソロモン諸島の固有種。そうなんです。毎日ね、保水っていうか水をね、こうやってあげてるんですけど、この時にやっぱ他のカエルも鳴きやすいんです。これこの子あれやんな、卵からなんてオタマジャクシにならへんねやろ。そうです。すごいね、卵カエルなんやな。卵カエルです。なるほどね。卵カエルなんです。そうなんです。あ、来そう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 、はい、そうだけど、これは続けた方がいいのか。いや、もう、もう、いいワンはいただきましたので。いいワンは、はい、本当に子犬の鳴き声というか。赤ちゃんが鳴く前みたいな。ちょっとずつ大きくなって。赤ちゃんが鳴く前です。姿がな、あんまり見えへんけど、今回は声重視で。はい、はい、うわ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 。泣くときは結構頻繁に泣いてます。そう、昼間でもね、はい、結構泣いてんねんけど。はい。やったー、取れた。よかった。念願のワン取れた。よかった。鼻尖りがえる。鼻尖りがえる。鼻尖りがえる。これずっと。まあまあ、ずっといますけど。まあね。光っちゃう。鼻とガリガエル、はい、ソロモン諸島の固有種、はい、ソロモン諸島にいます、はい、2匹いるんでね、
聞けたらラッキーよな。昼間でも泣くときはな、泣いてるから、うん、ラッキーだけど、ほぼ聞いたことない人が多いかな多分ね。なんやろ、梅雨時とか雨降った日とか、まあ、梅雨はやっぱ比較的やっぱそういう低気圧とか湿度が上がったタイミングで泣きやすいんで、うん、6月がおすすめまだまだ半年先、うん、はい、でした。やったー、取れましたー。